中3番澤部雅弘です。よろしくお願いします。広く歌ってください。最初の曲は全国大会で準優勝させていただきました津軽チョンカラ節です。昔の人が感じたことや伝えたいことなどを歌った歌で、日本の全国のいろんなところで昔から伝わって歌い継がれてきた歌です。歌い継がれるっていうのは、皆さんがお父さんとかお母さんが歌っている歌をみんなが覚えて、みんなが大人になった時に自分の子供に歌ってあげて、それを繰り返していくことだったりします。